まあ、レストランっていっぱいありましてね、毎日会うのがいてね、なんであなたレストランで毎晩食事してんですか、女房が料理を作らないから、あなた女房が料理を作るからですってなんだけどね食事の前にねウイスキーをグラスで2つ、ショットグラスで2つ取るの。それでこう飲んじゃう、この飲んでんの。俺持ってきた、毎日やってるから気になってね、お客さん失礼ですけど伺ってよろしいですか。おお、どうぞ。何、お客さんを2つ取ってこう今宵にお飲みになってますけども、あれ何か訳があるんですか。いや、差し障りがあるならって、いや何もない、むしろ聞いてくれて嬉しい。実は僕の友達、本当の無二の友、親友、お互いに愚痴ったり夢を語ったり、酒が好きなやつでね、いつも毎晩飲んで2人で、それは遠いとこ行っちゃったんだ。いや、死んだっていうことじゃない、遠い国へ行ってね、当分会えないだろう、きっと今頃彼は俺のことを思ってきっとそこで飲んでんじゃないか、俺も彼のことを思う、彼と二人で飲んでるということの証のために二つ。いい話ですね、照れるね、なんて。でしばらくすると、あ、今日は一つでいいよ、翌日も今日も一つでいい、また一つが続いて、これ気になるね、お客さん確かあのいつも二つお取りになってたから、そうそれはなんか訳を聞いた時に、あのご親友の方が遠くに行ってお酒が好きで、いつも一緒に飲んでたのが飲めない、こうやってお互いがお互いを思って二人で飲んでるという、こういう方法、そうそう、それがずっとこう一つなんですね、うん、失礼ですがお友達に何かあった、ご怪我をなされたとか病気になったとか、失礼ですがお亡くなりになったとか、そういうことですか。じゃあ俺が禁酒しただけだよ、俺。道平陽子です。先週に続いて今週も納涼男子寄席をご覧いただきます。どんな演目が出るのか、最後までごゆっくりとお楽しみください。それでは早速どうぞ。私の方は立川談春と申しまして、どうぞ一席お付き合いを願います。よくこの落語の中には三道楽なんて言葉が出てきましてね、飲む打つ買う酒に博打に女遊びという、まあ、男と生まれた以上この3つのうちどれか1つは好きになるもんだ、凝るもんだと言われておりまして、で私談春の場合はどうかと言いますと、この3つの中で一番好きなのがお酒でございます。まあ、それほど強くはありませんけれど、で一番嫌いなのが博打、ギャンブルなんでございますね。今までこの自分でお金を出して積極的にギャンブルをやったという経験は一度もありません。まあこれから先もギャンブルにだけは手を出すのをよそうと心に決めておりましてね、本当ですよ、疑うんでしたらかけてもいいぐらいですからね。あるところに1955年生まれ、5月5日が誕生日、5人兄弟の5番目に生まれて名前が五郎さんという人がいましてね、でこの人は大変に競馬が好きで、いつものようにこう新聞を広げてどのレースのどの馬を買おうかななんていろいろと考えておりますと、その日の第5レースの5枠に五郎という名前の馬が出走するという、これにふっと目が止まった。これ見て五郎さん喜んじゃいました。ああ、この馬は必ず来るに違いがね、急いで家を飛び出しますと銀行でもって全財産をそっくり下ろしました。友達のところからも金を借りて競馬場へ飛んでいきましてね、もう他の馬には目もくれません。五郎という馬一点買いで555万円分の馬券を買いました。ワクワクしながら第5レースを見ておりますと、なんとこの五郎という馬が5着に来ちゃったって話があるんですけれどもね、まあ、あの昔の博打とただ今のギャンブル、いろいろと様変わりしておりまして、
今はこの種類が多いですからね、パチンコ、競輪、競馬、麻雀、競艇、オートレース、ナンバーズ、ロト6なんていろいろあります。昔はそれほど多くはありません。落語の方に出てくるのはサイコロ、それから花札、こんなもん。サイコロ2つでやるのが、まあ、長範博打といいましてね、皆様も任侠映画ですとか時代劇なんかで見たことがあるんじゃないかと思います。入りますなんてなことを言いましてね、あれはあの古い映画不安の方に言わせると、ひぼたんおりゅう、藤純子さんの当たり役なんだそうですね。私のイメージの中ではドリフ大爆笑の由紀さおりなんですけれどもね、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、でこの同じやり方で、サイコロ一つだけでやるのもあった。これはチョボ一といいましてね、1から6までどれかにかける、で当たれば賭け金が4倍か5倍になって返ってくるなんという。で昔と今とギャンブルに関して一つ同じことがありましてね、共通点が、これは勝手にやってはいけないということなんですね。今でもこの地下カジノなんというのが摘発されたりなんかしてますけれど、昔もこれはご法度でございます。じゃあその決まりを守ってみんなやらなかったのかというと、決してそんなことはありません。好きなもんがこう5人6人と集まると、すぐにこの悪い遊びが始まったようでございまして、おめえたちはしょうがねえな、寄ると触ると博打ばかりしてやがって。ああ、これどうも陰気の親分、まあまあ、あの奥の方にやがつくだいな、奥の方に。いやね、あしら今日はこうやって博打をしようってんで集まったわけじゃねえんですけれども、いや情けねえ話なんですよ。さっきからね、このみんなカラケツになっちまってね、場が立たなくて困ってた。親分、いいところへ来てくれました。一つあの銅を取っちゃもらえませんか。何を。じゃあおめえたちは何か、この俺に博打の相手をしろと、この俺と勝負をしてえと、そういうのか。俺はな、まあ、おめえたちも知っての通り、四十人時にぷっつりと博打はやめたんだ。いや、そんな固いことを言わなくたっていいじゃありませんかね。お願いしますよ。親分、お願いします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 。ふん、しょうがねえな。まあ俺も今年で61になる。61の本家帰りなんていうことを言うからな、まあ今日は子供に帰ったつもりで、おめえたちのために銅を取ってやってもいいや。やっていただけますか。おみんな集まれ集まれ。うん、でおめえたちは行って何やって遊んでた。チョボ一か。ああ、昔は俺もよくやったもんだ。うん。で、サイコロとツボ皿はどこにある。その親分の目の前に出てますがね。何を。俺の目の前。おお、こんなところにあった。ちっとも気がつかなかったな。まあ、このツボ皿を持つのも20年ぶりだが、まんざら悪い心持ちのもんじゃねえな。じゃあ、ツボ皿伏せるぞ。さあ、どんどん貼れ。へえ、あの親分、それちゃんと伏せていただきたい。ちゃんと伏せてある。構わねえからどんどん張れ。弱ったな。おい、見てみなよ、あの親分もさ、昔は博打の神様とか言われてたらしいけれども、やっぱり年を取ってもうろくしちまうんだな。ほら、サイコロが壺皿のこっち側へ転がり出してよ。ピンの目が上向いてるじゃねえか。いや、親分気づいてねえらしいや。親分、じゃあそれ本当に張っても構わねえんですか。ああ、構わねえからどんどん張れ。ほら、どんどん張れって親分が言うんだから構やしねえ、張っちまおう。じゃあ親分、あっしはこれだけあのピンに口を切らしてもらいます。おお、ピンに貼るのか。そっちは何に貼る。じゃああの親分、足もピンで。おめえは、足もピン、足もピン、足もピンでお願いします。なんでみんなピンか。いいのか。いや、おめえたちに言っておくが、この壺皿の中が勝負だぞ。この壺皿の中には6つの目が入ってるんだ。ピンと出りゃよし、2から6までだてえと、その銭はそっくり俺のもんだ。そんなことは分かってますよ。これたまたまかぶっただけなんですから。そうか、じゃあいいんだな。おめえたち、張りは決まったんだな。あの親分、ちょいと待つくだいな。いや、あっしはね、このもしも万一の時のためにてんでね、このふんどしの結び目のところにこれだけあの金を隠してあった。これもあのピンに貼らせてください。なんでまたピンか。これは目がかぶって面白いな。その親分、目がかぶって面白いなんて笑ってますけれども、ピンと出たらえらいことになりますよ。何を言ってやん。100や200のはした金でおめえたちに泣き見するような俺じゃねえや。そうっすか。これどうもすいません。じゃあいいんだな、張りは決まったんだな。針が決まったとなりゃ、看板のピンは、こっちへしまっておいて。ちょ、親分、なんすかその看板ってえな。何を言ってやんだから、俺が鼻から言ってるじゃねえか。勝負はこの壺皿の中だと。第一、おめえたちはな、サイコロが壺皿から飛び出してますと教えたやつが一人でもいたか。そういうずるい了見だから、お前たちはいつまでたっても三下だ。ついでに俺が中の道を教えてやる。俺の睨んだところじゃ中の目は5だな。具だ、いいか。勝負。グだ。ああ、本当だ、5が出ちゃったよ。これは親分の総取りだ。えれえことになって。おい、どうしてくれんだよ。まったく、俺たちはまだいいよ。あそこでうずくまって泣いてるやつを見てみろ。ふんどしの中の金まで捉えちゃって。くだらねえことでもって喧嘩をするんじゃねえや。いや、俺はな、何もおめえたちからそんな、はした金巻き上げようてんでやったわけじゃねえんだ。いいから、張った分だけ銭を引け。これに懲りたら博打なんてくだらねえことはよしな。これはちょいと少ねえけれどもな、
お前たち帰りにそばでも食ってけんな。あ、そうすか、これはどうも親分ありがとうございます、ごちそうさまです、ありがとうございます、なんてんで金を送ってえとつっといなくなってしまう。でこれを見ていた若い連中、ああ博打ってえな、怖いもんだな、何が起こるかわからねえや、もう親分の言う通り博打はやめようと、そこにいた全員がそう思えばこの話はここでおしまいなんですけれどもね。中で一人、あらうめえ手だな、俺も同じことやってうんと儲けてみよう、なんてんでね、これから別の仲間の集まっている博打場へやってまいりまして、おう、みんなやってるか、博打やってるか、バカ野郎静かにしろ、こっちへっと来い、俺たちは何も親孝行してるわけじゃねえんだぞ、どうもすまね、今日はなちょいとあの奥の方にあげてくれ、奥の方にな、うん、ここでいいや、うん、おめえたちはしょうがねえな、やると触ると博打ばかりしてやがって。こいつこんなやつだった、なんかおかしいよ様子が。だっておめえ博打しに来たんじゃねえのか。俺は40人時にぷっつりと博打はやめた。お前まだ23じゃなかったか、おい。俺も今年で61人だから23だろ、おめえは61の先祖返りなんてことを言うからな、今日はおめえたちのために銅を取ってやろう。あ、なんだおめえ銅が取りてえってんでそんなところへ座ったのか、よしわかった、じゃあね、ここにサイコロと壺皿があるから、え、やんない相手するからさ、うん、でおめえたちは何やって遊んでた、ちょぼいちか、まあ昔はよくやったもんだ、うん、でサイコロと壺皿はどこにある、ひっぱたくぞこんちくしょう、今俺がそこに置いたじゃねえか。おお、こんなところにあった、ちっとも気がつかなかったな、この壺皿を持つのも20年ぶりで、嘘をつきやろ、ゆうべだとここへ来てやってるじゃねえか、じゃあ壺皿伏せるぞさあどんどん張れ、おいお前な、ふざけるのもいい加減にしろ、ちゃんと伏せろ、ちゃんと伏せてある、構わねえからどんどん張れ、おやろどうかしちゃったよ、まったく、見てみなよ、サイコロがこっちかい転がり出してよ、ピンの目が上向いたらいいよ、教えることはないよ、おい、じゃあそれ本当に張っても構わねえんだろうな、あ、構わねえからどんどん張れ、目がいっちゃってるよ、おい情緒不安定だ、大丈夫かねこいつは、じゃあ俺はこれだけピンに口いきらしてもらおうじゃねえか、おお、でそっちは何に貼る、おお俺もピンだい、おめえは、おお俺もピンだ、俺もピンだ、みんなピンだい、なんでみんなピンか、ああこれは目がかぶって面白えな、いいのかお前そんなこと言って笑ってるけれどもな、ピンと出たらえらいことになるぞ、何を言ってやん、100や200のはした金でおめえたちに泣き見せるような俺じゃねえや、大きく出やがったねこいつは、おめえ確か夕べの負けた分も払ってねえんじゃねえのか、余計なことを言うな、じゃあいいんだな、お前たち張りはきま、おっと、あ誰かその前にふんどしの中の金を出すやつはいねえか、いないよそんな間抜けなやつは、じゃあいいんだな、おめえたちは張りは決まったんだな、張りが決まったとなりゃ、看板のピンはこっちへしまっておいて、おおちょちょ何しやがんでか、あ、こらいけねえや、野郎間抜けのふりをして俺たちを騙してやがったんだよ、こんちくしょう、汚ねえ真似するな、よ言ってやん、だから俺が鼻から言ってるじゃねえか、勝負はこの壺皿の中だと、いやそんなこと一言も言ってねえじゃねえかおめえは、大地おめえたちはな、サイコロが壺皿から飛び出してますと教えたやつが一人でもいたか、そういうずるい猟犬だからおめえたちはいつまでたっても三下だ、いやお前が一番三下なんだよ、俺がついでに中の道を教えてやろう、俺の睨んだところじゃ中の目は五だ、いいか勝負、ああ中もピンだ、よろしいですか、耳穴空気でございますね、準レギュラーの談笑でございます、不思議な番組でございますよね、70過ぎの元国会議員がお互いに頭を叩き合うというですね、あれよく見てくださいオンエアを、なぜか呼ばれた私の前にも針線があるんです何に使えというんでございましょう、ね、素晴らしいじゃないですかね、すぐそこですよ、ね、もしよろしかったら帰り見てってください、すぐ隣にあの東京 MX テレビというあの建物がありますけれども、こんな感じですよ、シャンデリアが中にあって打ち合わせの部屋にもシャンデリアが下がってる、おかしいなと思ったら元東上会館なんですよ、それをそのまま使ってる、だから東京都のお金が相当右翼の方に回ったんじゃないかと、すいません私もうね今日はね久保田さんというディレクターがいましてね、うん、いやもうゴリゴリギリギリのネタをやってくださいと、お客様どうですか、そういうのは期待してますか、ありがとうございます、
放送には私反映されないかもしれないんですとりあえず今この場にいるお客様との楽しみということで楽しんでいきたいなと思うんでございますけれどもね。いや弱ったなおい、冗談じゃないよ、すっかりな残業で遅くなっちゃって、これから家帰ってなコンビニ弁当っつうのもつまらない話だしな、どっかで一杯引っ掛けて帰りたいけれどもね、いい店がないねこういう時間はね。ここは西新宿と、なんだこれ、創作料理、こういう店は良くないね。ねえ、なんだかあの刺身やなんかいちいちね、創作料理なんて言って、バルサミコかなんか散らしてね、とびっこ散らして上に浅月ピロって一本乗っけて創作料理って、刺身を台無しにするなって、東方見聞録二度と行かないねこんな店はね、月の雫お前も同罪だもんね。よくないこの店はね。そうじゃないんだよ、もっと普通のね中トロの刺身やなんかでずっとね、熱燗で一杯引っ掛けて普通の居酒屋が、あるといいんだけれども、おやこんなところにこんな店あったかね。え、勝政、30席ぐらいあるけれども客誰もいないね。え、やってんのかな、入ってみようかな。ごめんよ、いらっしゃり負け、いらっしゃり負け、いらっしゃり負け。なんだか浅黒い人たちが随分出てきちゃった。あのね、見ての通りなんだ、一人、落ち着ける席がいいんだけれどもな、それでは宮下公園へご案内。そこだけ古典通りなんだねこの話はね。あ、宮下、本当だ、あ、神棚の下だ、神棚って言って見たことない派手な神様だね、これ、いらさり負け、どうもこの疲れた心が癒されないような、なんとなく微妙な気持ちだけれどもね、いらさり負け、あのね、とりあえずってやつで、ビール飲みたいな、生、おう、生、ダイナマイト、チューナマイトあるよ。あ、そう、大体意味は分かるんだけれどもさ、あのね、そんなにたくさんはいらないんだよ、こういうね、グラスやなんかこういうちっちゃいのあるかな、おう、粉マイキー。じゃあそれで一つ頼むよ、はい、はい、このお客さん粉マイキー、そのお客さん粉マイキー、あのお客さん粉マイキー。潜水艦かお前たちは本当に。はい、おまたけ出ました。ありがとう、ありがとう、あお客さん、いいのまれっぷりだね。まあお世辞を言おうというその気持ちだけ受け取っとくよ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、あ、いらさり負け、いや、いらさり負けはいいんだよ。今お前さんこれ出す時なんか言ったね、あ、おまたけ出ました。あ、それね、あの女性のお客さんに言うと叱られちゃうから、お待たせいたしましたって、おまたけ出させました。あ、じゃあそうじゃない、お待たせいたしました、おまたま出しました。余計ダメだ本当に。ビールはよかった、キリッと冷えてよかった。あのね、熱燗ってなところに行きたいんだけれどもさ、おお、熱燗、おお、普通の毒入りと毒入りとあるよ。ああなるほど、 あのね、ちまちましたのめんどくさいからね、その大ぶりの方で頼もうか、はい、はい、このお客さん大毒入り、そのお客さん大毒入り、あのお客さん大毒入り。うるさいんだいちいち本当に。はい、おまたけ出しませ。微妙に丁寧になっちゃったのかな。余計なこと言わなきゃよかった。ちょ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 、ただトンと置いていっちゃダメだよ、愛想がないよ、一杯ぐらいついてきなよ。混み合いますのでご自分で慰めてください。一人で慰めるっていうんじゃなくて、日本、ま、そんなものはどうでもいいんだ、誰も客いないんだからさ、一杯ぐらいついてきなよ。あ、そうですか、お客さん、甘えん坊だね、どこの国の人なんだろうな本当に、そう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 、持って持って持って、そうそう、あ、ケツを上げないと、ケツを上げないと、ケツを上げないとって、お前のケツじゃないんだ、面白いお前は。おい、ちょちょちょ、ありがとうありがとう、またまた言っちゃダメだ、何何これ、お兄ちゃんたちみんな同じような顔してるけど、何、みんな親戚かなんかなの、なんていうかな、こう、兄弟だったりするのかな、みんな同じような顔してるけど、みんなそれぞれこうブラザー、ああミシン、変なことしてんの。いや、そうじゃなくてさ、あの国はどこなんだ、お国は、おうおう、我々みんなベルマだよ。おお、ビルマかい、随分遠いとこから来てんだね。ああ、厨房なんかみんな、ご苦労様、はるばるね、違う違う違うよ、今ね、日本じゃね、これミャンマーっていうんだよ、ビルマって言ったって通じないよ、ビルマだよ、いやビルマじゃない、ミャンマーって言わないとダメなの、日本の場合はミャンマー、ビルマだよ、ビルマじゃないよ、ミャンマーだよ、ビルマだよ、ビルマだよ、ビルマだ、分かった分かった分かった、じゃあビルマでいいよ、ビルマで、
いい人だよ水島。誰が水島だもん。いやこれね、いいんだ、これ勘も良かったんだけれどもさ、さっきから突き出しも何も出てきてないんだ、もう品書きも何も貼ってないけれどもさ、料理ないわけじゃないんだよ、お食べ物エロエロあるよ、うん、でそのエロエロあるところを全てオスメス、オスメスエロエロ、なんかもう落ち着かないなこの店はな。今日のおすすめ、じゃあそのいろいろあるところ聞かせてもらおうじゃないか、どういうのがあるんだ、おいろいろあるよ、猫目にまだめ指くらえてさばきちんこなめあげおめこなめおろしいかないと素人大会。お前この場所分かってんのかな、お前は、ね、もう一回ゆっくり言ってごらん、猫目にまだめ指くらえてさばきちんこなめあげおめこなめおろしいかないと素人大会。その行かないと素人大会で全部忘れちゃうんだそれな、ちょっとゆっくり考えよそれな、もう一度ゆっくり言ってごらん、猫目に今ダメ指くらえてさばきティンコなめあげおめこなめおろし行かないと素人大会。お前分かるかどうか知らないけれどもさ、すぐそこにねやんごとなき人が住んでんだよ。おお、ヤンゴンの人、ヤンゴンじゃないよバカだよ、本当に分かんないやつだな本当に、で、まあ、その一番しまいのその、素人大会ってな、そっから聞こう、その白知らないか、白は悲しく死んだ動物のお腹切り開いてズルズルと引きずり出した臓物を切り刻んで串刺しにして火炙り白、それホルモンの白だよ。そう言われるとちっとも食いたくないな、ね、その後は素人タイ、タイというのは悲しく死んだ赤くて大きな魚をこう切り刻んで、で貝は悲しく死んだ貝をこう貝殻からへぐる、いちいち悲しく死ななきゃ気が済まないかな、じゃあ花からゆっくり言ってごらん、お猫見に、ちょ待ちなさい、なんだその猫見て、猫見知らないから、猫見同じく悲しく死んだ動物のお腹切り開いてズルズル引きずり出して切り刻んで鍋でグツグツ、泣くならやめろよ本当に、煮込みっつうんだよそら、その後は今ダメ、今できるのか、今ダメ、今できる、すぐできる、今ダメ、何どんなもんだそれ、今ダメ、今ダメ知らないか、今ダメ日本の人好きだと野球を見ながらこんなまま見る、今ダメ、今ダメ、うすうす分かってくるから腹が立つの本当に、枝豆だなそれな、その後すごかったね、指くらい食べ物だよなそれな、なんか手に何か持ってんだよ本当に、貸してみなよ、カタカナ、カタカナで指くらいって書いてある、じゃエビフライじゃないかこりゃ、東京と大阪の間のへそ曲がりどもが大好きな、どこまで喧嘩売るんだお前、その後なんだっけ、手さばき、なんだそれ、手さばき、手さばき知らないか、同じく東京と大阪の間のへそ曲がりどもが、やかったやめろ本当に手羽先だそりゃ、その後がもっとすごくなったな、なんだ、ちんこなめあげ大丈夫かそれ、なんだそれ、おちんこ、丁寧に言うとおちんこ、どんなもんなの、取り出すでしょ、だらんと長いので臭いの洗うの、プツプツプツ切ってポリポリポリ、おちんこ、おしんこだばかやろ本当に、でその後なめ揚げっていうのは、あのお豆腐を油で揚げて生揚げだ本当に、そろそろお客さんも疲れてきたぞ本当に、どっちみちオンエアされないんだばっかり、その後がすごかったな、なんとかなめくだのめこなめおろし、東京だからギリギリ OK だとは思うんだけど、なんだそれ、こうトゥルトゥルしてて、あの糸を引く、で色はこう茶色のような肌色のような、ドドメ色、本当かよおい、でどういうな、キノコの仲間かな、こうチュルチュルチュルチュ、ナメコナメおろし、ひょっとしてそれナメコおろしじゃねえか、お客さん惜しいよ、惜しいのか、正しく言うとおめこのナメおろし、お前が間違ってんだよ本当に、面白いな、なんか一つ頼みたかったけれども、もうすっかり話し込んでて、もう終電の時間になっちゃった、じゃあ今日これで帰るよ、お客さんお帰りですか、ありがとうました、会計いくらだこれ、生がこれ生これ100円と、おどくよりが400円、
お安いな。え、じゃあほら、え、いや500円置いて、じゃあまたぐらい、あ、どんどんダメだよ、お金足りないよ。いや、お金足りなくないよ、100円と400円、おダメだよお客さん、おこの人、この日本人、また私たちダメよ、またそっと、としてる、いや、ちょ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 、またまたみんな集まってきちゃった、え、だってこれ400円だろ、ダメダメ、ちゃんと電卓を用意したよ、え、これ100円だろ、うん、これ100円だよ、ほんで400円だろ、400円だろ、ほらこれ、え、10万400円、うこんなの払うやつどっかいるのかよ、ああ、ここのお店に来た人一人残らず払うよ、ああだから客は誰もいねえんだ。ねえだって言われるんだけどね、話は違うんだけどね、あそこへね、あの、物をちょっとあの販売してるというか、私の書いた切れとか木とかいろいろ置いてあるんですがね、それと別にね、私の友人のね、小林克彦っていう、まあ昔大映で主役まであった、映画スターがいましてね、でこれが映画が詳しい、こっちは分かんなくなると電話して、あの映画のあれは誰だったかなって、これそれが全部自分の集めたのを全部整理して、整理がし終わった、今度男子さんのをやってあげるよって言われて、俺のとこもすごい、それが死んじゃってね、で女房はまあ捨てると、うん、だけどその俺の友人として彼のその魂というかね、それを無限にできなくて、銀座にマンションが一軒あるんで、私のそこで置いてあるの5、6000本で、レーダーデスク行くともうこんなになってね、それでそれをいちいちチェックしていくだけの時間がないんです。だからよく調べると、こんな監督がこんな映画撮ってんだっていうのはある。言いたいことはどういうことかっていうと、あれね、2、3本持ってってください、あのあれ、あの DVD のが加算にならないけどね、やっぱり VHF の方がね、作品的にはいいの、あのなんていうのかな、粗悪になってないんです。まあ、これはこっち置いといてね、なんか持ってって一つあの見てみてください、結構いい発見があるんですよ、分からないとこに。だから逆にすごいなと思ってたのがつまらなくなったりする場合も年齢的にある。で私は後年それぞれをゆっくりアステアと、うん、ビリー・ワイルダーと、うん、マルクス・ブラザーズと過ごそうと思ってたんですけどね、体が具合悪くなって、それも今は許されないような状況で、あの残り物には服があるじゃないけども、ちょっと頭の中に入れといて、ください、これお願いです。もうね、一つも分かんなくなっちゃう。まあ私の場合は向こうから来てくれるんで、そこで会って話してれば済む部分もあるけどもね、何にも言わなかったら分かんないです。テレビなんて見ないから、うん、テレビ、まあ、見るために起きてあるんだから、一応入れてみるわね、まあ、ニュースぐらい見ますから、入れて面白くないから、プスンプチンプチンプチンパチンプスンでおしまいになっちゃうよね、うん、でよく言うんだけど、もうだいぶ前ですけどね、なんか面白いのねえかなと思ったらね、ワウワウテレビっていうのがあって、これはいいと思ってね、それを一時見てました、うん、あるでしょ、ワウワウテレビっていうの、もちろん金払うから見えないよ、こういうの見てるだけだよ俺は、こうあれは腹が立たない、見てるとあれね、そのうちにだんだんあれ何やってるか分かるようになるんだよ、やってると、あ、ミッキーマウスだなとかね、ゴルフの混合ダブルスだとか、いや、あのテニスのっていう、分かるようになる。今にね、あのアダルトビデオが全部見えるようになっちゃう俺は。まあともかくね、テレビ見て面白いんだよね、北朝鮮のババアのアナウンサーとね、キム・チョン・ユル・チャン・ガンマが、あれと貴重のババアだったんだけどね、出てこなくなっちゃって、旅のお話をします。
旅というか旅行ってのはどの辺を言うのかね。ちょっと札幌行ってこれ届けて帰ってきてくれって、これ旅行になるのかね。八王子あたりでゆっくりしてるとこれ旅行になるのかね。仕事が絡むと旅行にならないのかね。あくまでも娯楽というか、楽しみだけを追求していくもんでないと旅行と言わないのか。まあ、昔は旅行なんかできなくてね、お富士山、それからあとは、まあ、大山参りとかそのぐらいなもんでね、行けなかったもんですね。特に女性なんざうるさい。私はいろいろ若い頃から、今みんな行ってるけど、まだみんな行けなかった頃からね、どうでこのパスポートを見せて自慢したいくらいね、世界の端からって、まあ端の方まで行きましたよ。今のドバイなんて、あんなちっちゃいから頃からずっと、中近東よく行って講演したりね。中近東へ油売りに行ったのは俺だけ。歩いていくわけですからね、今これ喋ってて喉、あの頭がボーンと霞んできてんの今これ、何言い出すか分かんないよ、それにしろオリンピックってのは面白くねえな、あれな、入場式なんてのは格好のいいな、モンゴルだとかね、アフリカの方がいいですね、民族衣装。日本も大名行列かなんかやったらどうなのかな、下に下にっつってね、あとは花魁行列かなんかどっちでもいいけど、あの俺君がやってるの大嫌いだから俺ね、あれ嫌だな、あれ勝った時にまた俺あの炭鉱節なんかのがいいな、あ、まあまあいいとして、江戸だった二人連れにして、おい遅いじゃねえか、早く着くよ、腹は減るしね、元気がねえし気力がねえし声も出ねえし、やる男子みたいなこと言ってしっかりしろよ、うっかりしてる、うっかりすんじゃないよ、さっきなんか、なんか食ってた、食ってたんじゃねえんだよ、水飲んだんだよ、茶腹も一時ってけど水腹どうにもなんねえね、腹の中ガボガボンガボガボン、涙ってやん、おまけに向かい風だから今日は腹の中しけてる、腹にしけがあんのかお前、ま、文句言うなよお前、おんぶおんぶなんつってる前、こうやって、人が歩いた道とか私の跡があんだから、向こう人のどっかにぶつかるよな、人はいねえわけじゃねえだろ、そこにぶつかるよ、なんか食うとも酒飲むともしっかり歩けよ、どうだ一つ気晴らしに歌でも歌いながら歩こうか、声も出ません、だから文句だけでもいいよ、文句はあるよ、大体お前気に入らない、MX が気に入らない、なんだかよ、ドドイツがいいよ、その文句あるよ、たまたま大野にしがしが知らん、日の出に日の出はないかしらなんてね、偉くなんてね、横に張ってるあのカニでさえよしとわしとは分けて出るなんてね、くったらねな、花に戯れくる蝶々も風が邪魔する世の習いなんて、もういろんなんとねんの、なんかお前もやってみろい、空が晴れたよ親父の小言、あぐらかきかきホトトギス、なんだそれ、なんだこれ、デタラメだよこれ、デタラメはダメだよ、ダダに聞いたってなるほどもっともだなと思わなしちゃいけんよ、どういうに、腹に身のないひょうたんさえも胸に締まりはあるわいな、もっともじゃねえ、そうかね、そうだよ、目から火の出る所帯は晴れど火事さえ出さなきゃ水いらずってな、ああもっともだろ、ああもっともだ、ああもっともだ、お前ももっともだと思うのやれよ、姉が女で妹が女ってのはどうだ、中の私は男だよっつう、なんだよ、誰が聞いてるともっともじゃねえ、もっともすぎるやねえ、同じもっともでも、会えば気づかれ、会わねば極み、守備に不守備に痩せる秋とかな、日暮らしが泣けば秋来る、私は今日で未満泣くのに来ないしと、もっともだろう、羽織着せかけ行く先尋ね、すねてタンスをせなで閉め、来るか来るかと待たせておいて、どこへそれたか夏の雨なんて、よろしくと伝えてほしいわあの方一人、
皆々様とは世間体なんてな、外へ出りゃ惚れられさんせ、そして惚れずに戻りゃんせなんていいだろう、はあ、そういうふうになんだ。外へ出て、うん、道へ迷って困った時はっての知ってる？知らね、知らなきゃ誰かに聞きなさいってなって聞いて、外へ出て道に迷って困った時はっての今聞いたら知ってるよ。知ってらそのまま行けばいい、何故もやっちゃう。夏痩せと人に応えてほろりと涙、捨てられましたと言えもせずなんてな、ああ女の気持ち、うん、男の気持ちやろう、そう、どうしてそういうもんだよ。こっちが女をやると男をやるとかいろいろ返したりするから、もし言ってるの。夏痩せと人に応えてほろりと涙、同じように後が違う。捨てられましたと言えもせず、そうじゃない、移されましたとも言えもせず。もっと色っぽいのねえのか、おい。あざのつくほどつねっておくれ、それをのろけの種にする。あざのつくほどつねってみたが色が黒くてわからねえ。雨が降るのに狐が歩く、なんだそりゃ。これが本当の雨コンコンって、ふざけんなこれ。ダメだお前は、えもういいやん、じゃあなんか言ってもしょうがねえからな。謎かけなんてどうだ。何、うどんのかけ、謎かけ、何々とかけて何と解く、分かんなかったらあげましょう、それをもらうと何なら何っての。知らねえ、知らねえか。日曜日になるとあの芸のねえやつが6人ばかり集まってやってるの、あんだあれだよ、あれか、あ、うん、そういやあいつら芸もねえし面白くなんとねえな。そうそうそう、どんなの。例えばだな、2人で旅をしてるのとかけて何と解く、分かんない、分かんなったらあげましょう、あげましょう、うん、それをもらうと馬が2匹、その心が2頭だな、堂々だからな、2人で堂々、馬で堂々、なるほどね、うん、やってみてくれよ。じゃあどうだ、一つおめえのそのおうん、着物とかけて何と解く、うん、あげましょう、うん、それをもらうと、うん、東海道解く、うん、その心は、その心は、うん、53次、うん、そういうこと言えばいいのか。じゃあ俺おめえの着物と、うん、あげましょう、それをもらうと政宗の刀、その心は触っただけでも切れそうだった。お主の色をと、うん、とかけて何ととく、うん、あげましょう、それをもらうてえと、うん、火事場のまといととく、うん、その心は燃えるほど振られるってな。じゃあ俺もおめえの色ごとあげましょう、それをもらうてえと入梅と解く、心はのべつ振られっぱなし。いやお前となんか言って面白くないからやめた、俺も疲れたからやめる。あ、そう、おちょっと待って待って、ちょっと、ね、あそこんとこへほらほら、まあ、森がほら、森がスーッと見えて白い壁がちらちら見えんだろ。見えない、森見える、白い壁見える、何が見えない、スーってのとチラチラってのが見えないね。言葉の飾りだよおい。なんかのれんが出てんじゃねえか、ばあさんが下でなんかやってるよおい、うん、ことによる程度茶店かなんかでこんなことできるかもしれない。やろ、本当に、うん、勝手なもんで駆け出しやがっておい、どうしたい、なんて書いてある、茶店、うん、ダメだ、ダメかい、うん、なんて書いてあるんだ、一つ千飯ありやなきや、あるんだかねえんだ分かんないよ、一つ千飯何ありやなきや、一千飯ありやなぎや、バカ野郎全然違うじゃねえ、一つ千飯だって一千濁りは売ってないけども、一千飯ありやなぎやってんの飯屋じゃねえ、うん、じゃねえ、酒が行ってみなきゃ分かんないよ、じゃあほら急いで行くから、うん、おばあさんがいたわ、おい、ばあさん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 、はい、久しぶりだねこのばあばあが出てきたよ。ああ、二つ俺になっちゃった、大丈夫かおい、ばあさん、はい、ばあさん、はい、ばあさんばあさん、はいはい、ばあさん、はい、うん、リアクションがいいね、俺たちは旅のもんだよ、ほらここのもんだよ、うん、旅みたいなこと言ってや、うん、ちょっと一服させてもらうよ、一服でも切腹でも何でもしろい、
休ませてもらうよ、休め気をつけ回れ右来てるって、お茶なんていらないよ、喉赤いて酒持ってこい、酒、酒あるか。この村はね、作り酒屋あっての村雨って酒があんのよ。いいね、村雨だってやろ。どんな酒？ポカポカ酔ってても村出ると冷めちゃうあ、それで村雨かおい。他にはあとは庭雨庭で冷める。他には磁気雨、すぐ雨、うん、すぐ雨なんてのはダメだ。これ村雨持ってこい、急げ急げ。あれませはしねえな。はあ、お待ち遠さま。お待ち遠さまはいいけど、恐ろしく背の低い禅だね、これ。背の低いお禅だね。傷だらけだね。禅じゃねえんだよ。おめえたちは急いだから、まな板の上に乗っけてきた。傷だらけで。一つしか持ってこねえんで、正直。二人いるんだ、逆がバカ野郎。茶渋がついてやん。てめえが飲む茶碗だな。ほら飲む茶碗だよ。汚ねえじゃねえ、汚ねえことに。おめえたち飲んだ後、俺よく洗うからね。どっちが汚ねえか分かんねえじゃねえかって。変な色してやけど、まあ、地酒なんつって言えるがいね。変な味がするよ、酸っぱいような。悪い悪いと思うから。ああ、なるほどね。うん、これしかなきゃしょうがねえやな。おい、なんかつまんものねえか。鼻でもつまみ。いや、便所で飲んでんじゃねえ、鼻つまめるか、おい。なんかあんだらいいね。いや、地卵なんつって、卵持ってこい。卵。何の卵？何の卵？青大将の卵なんてねえだろ。鳥の卵だ。あるだろ。あります。持ってこい。はい、待ちなさい。孫呼んで、はしごかけて取らせますよ。孫よ。孫よ。おい、生き生き引き取んじゃねえか、おい。孫呼んで、はしごかけて取らせるっつってるよ。高いとこにあんのか。裏のえのきにミミズクが巣をかけました。巣立ちしねえから卵あっぺ。いらないよ、そんなもの、お前。ミミズクの卵なんだ、誰なんですよ。何の卵？鳥の卵、鶏の卵どうすんの？飲むんだよ。飲む。卵飲むの？青でしょ見て、丸ごと飲むんじゃねえんだよ。落として中身ひたちかけて飲もうってんだよ。あるのか？ない。ないのかねえろ。早く家ごにしよう。ミミズクの卵だってやな、女は。青でしょと間違えんの無理やねえな、あったくな。田舎だから土壌。土壌鍋なんてのはどうだ、土壌汁でもいいけど、土壌いるだろう。裏の畑にどっさりいます。裏が行くてえと出てきて、こんにちはって言う説明が取れんだろう。おお、取れるけど、ほら目が悪いのですよ。捕まえようとすると土壌は動く。動くよ、土壌だって捕まえられちゃ嫌だから。どのぐらい取れんの？1日かかると3匹ぐらい。あ、じゃ間に合わねえな、ダメだな。なんか漬物かなんかねえか。くせ者なんだこの野郎。漬物、くせ者なんだ。くせ者だ。いや、あれ蓋取るとくせべ、だからくせ者っちゅうだ。あ、そうか、方言みたいなもんだ。くだろうとくせえやな。この辺じゃあの漬物のことくせ者っていうのか。俺だけ言うんだよ。あのおしんこ持ってこい。ダメです。何が？おしんこちゅうのは新しいって言ってバカにした言葉よ。こうのものというのよ。もう一歩参ったね、おい。こうのものか。こうのもの持ってこい。ないよ。ねえのか、これ。ねえのにグズグズ言うなにしよう。そのなんかあんなの発祥だか猫いらずみたいなとこ、ね、なんかネズミいらずか、なんか入ってんの、あれ丸いのなんだ、あれガンモドキか。ガンモドキじゃないのよ。あれはヤギ豆腐の煮たやつよ。焼き豆腐ってのは四角いけど、この辺は丸いのか。丸くないの。はじめ四角かったの。出して売れねえべ。引っ込んでまた煮てまた出す。また売れに。また刺す。また煮る。出したり引っ込んでるうちに、焼き豆腐の角が取れて丸くなりました。人間だと思ってやる。丸くなったって喜んでやる。古いな。八幡様のご精霊のおにしめの余りよ。八幡様、ご精霊、古いな。去年だな、おととしのそこになってんの、なんだな、青いの。ほらと孫と誕生して作ったものですよ。あれ持ってこい。あれは食べられません。なんて言えない、食べられねえものになっとくことに。てめえでやってんだろ。ほらと孫で育ててます。
銭払うんだよ。持ってこいよ。あれは食べる。食うよ。どうやって食うの？腕でおかかでも塩でも醤油でもかけて食うから持ってこい。はい、どの方あり食べる？食うよ、これ野郎。タバコの歯だよ。タバコかおい。本物見たことねえから驚くんだよ。おお、はあ、江戸の方あれ腕るか？腕だってしゃあねえじゃねえか。腕れば食えます。食えるか？腕タバコになる。くたれこと言ってやん。何にもねえな。何にもねえんで面目ねえから俺は歌歌って、慰める。うん、なんか歌うのか言ってみろい。はい、おんまはひんひん牛もおもうちゅうの。子ヤギがめんめん、小鳥がチュン、朝から鶏コケコッコ、夜明けには袋がポッポッポ、殴るよこの野郎。つまらねえもの歌やとこでしょ。なんかねえのか？その紙にくるまってるの乾いたら、これこんなちっちゃい粒、星納豆か？星納豆でないの、ウサギのクソだよ。こっちで乾いてんのは瓦せんべいか？うん、あれは牛のクソ。そこに紙にくるまってんな、オラのクソ。何にもねえのか？何にもねえよ。ね、何にもねえってお前んところは、え、一膳飯屋だろ？もう一膳飯屋じゃねえよ。何言ってやんねん、証拠がある？何の証拠がある？のれんに書いたんじゃねえか、一膳飯あり柳屋って。そう呼んではダメなの。あれは一つ膳飯あり柳屋と呼ぶの。